ということで、ここで乃木坂46からお知らせです。あれ？なんで？あ、この後？あ、あ、お願いします。久しぶりです。すみません、拾わせてどうぞ真ん中に来てくれ。こんばんは。こんばんは。久しぶり。嬉しい。なんかごめん、急に来ちゃった。嬉しい。会えないと思ってた、今日。来ちゃった。会えないと思ってた。すれ違いないと思って。すれ違いだったもんね、時間的に。天気？はい。ねえ、テレビ近いんだ。切りました。いいね。天気？はい。嬉しい。松木さん手が冷たいです。私めっちゃ暑い。いつぶりだ。ズニオ31ぶり？ああ、うまく。そんなもんじゃ4ヶ月。4ヶ月ぐらい。お願いします。この後、アシカさんが。すごい楽しそうに。どうしよう。嬉しいな。ああ、記念写真。大丈夫？嬉しい。なんか会いたいって言ってくれてたんだっけ。いや、そうなんです、泣きマイクとともに。そうだったんだ。会いたかった。ありがとう。もうちょい行くよ。行きまーす。はい、チーズ。めちゃめちゃ、はい。ごめん、急に。で、私服ですか。そうなんです。めっちゃ素敵です。素敵。なんかもう距離感がわからない。久しぶりだから緊張した。ちょっと緊張しました。ありがとうございます。ありがとうございます。帰っちゃうんですか。いや、この後配信ないよ私。あと2分後に。あと2分か。あら、皆さんこの後お暇だったらこのままぜひぜひ。そうなの。ごめんごめん、閉めるよね。あ、そうです。一緒に閉めましょう。閉めは2人。いや、閉めは2人の方がいいから。すぐいあれですもんね。そうか、9時からですよね。そうか。ありがとう。お願いしました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあね。じゃあ。よく休んで。はい。あすかさんも。お疲れ様でした。ふふふ。そうね。同じとこで言えると思ってたけど。まさか帰るなんて。嬉しい。あ、しよう。私たちにはあと60。60秒しか残されていないよ。この嬉しさ伝わってるかな。で、皆さんもだってね、びっくりよ。だって私たちも知らなかった。ああ、なんか息の仕方をちょっと忘れてた。いいわ。なんかちょっと若干手震えてるもん。あ、告知しない。え、始まってるんですかこれ。あ、そうなんだ。あ、始まった。こんばんは。こんにちは。わあ。え？ちょい、あ。こんばんは。皆さんお久しぶりです。斉藤飛鳥です。来た。あ、猫舌から来てくれた人いる。すいません、猫舌をご覧だった皆さん、ちょっと乱入してしまいました。お邪魔しました。可愛かった、あやめんとれいちゃん。こんばんは、こんばんは。どんどん来てる。